はい、お疲れ様です。ということで、まあ、メンワールド来てるんですけども、前回、こちらの、遊郭に初めて1軒目の建物を建てました。それと同時に、無事建物は完成したんですけども、重大な問題が出てきてしまったと。その重大な問題とはこちら。はい、ドンと。明らかに資材が足りんと。そうです。ダークプリズマリンの在庫が完全になくなりそうです。本日は、こちらの問題を解決しようと思います。ということで、よろしくお願いいたします。はい、ということで、普段だったら、クリエイティブワールド行くんですが、その前に、おいしょー。はい、ということで、まずやってきましたるは、こちら、ジャサンワールドでございます。ジャジャさん式のやつは、周りをまず完全に水抜きをすることで、他にガーディアンを分ける術をなくし、こちらですね。真ん中。こちらの水槽にだけガーディアンを分けるようにしているっていうのが、ジャーサン式の海底神殿トラップになります。こちらの海底神殿トラップのメリットとしては、水抜きを完全に行うことによって安全の確保ができるだとか、より建築がしやすくなってたりってなっております。そして湧くところを限定的にしているので変なところにアイテムが散らばったりだとか、モブが湧くっていうのが完全にありません。はい。ということで続きましてはこちら。こちらはマグニサンワールドの海底神殿トラップでございます。こちらの海底神殿トラップなんですけども、水抜きを行わない代わりに、待機場所と湧く場所の関係性をちゃんとうまく利用することで、効率的にガーディアンをネザーに送る公式になっております。こちらのメリットとしては、水抜きを抜かないということで、作業時間が圧倒的に短く、かつ、湧けるところを制限している、実質的に水抜きと同じ効果を得ているため、相当効率が良くなっております。ということで、本日はカツサンワールドのこの2つの、海底神殿トラップのいいところを組み合わせて、面式の海底神殿トラップを作ろうと思います。果たしてこれが面式かどうかわかりませんが、試作してまいりましたので、こちらをどうぞ。はい、ということで、こちらのワールドなんですけど、普段だったら、クリエイティブでスーパーフラットで建築してるんですけども、ちょっと海底神殿トラップを作るということで、その辺に、ちょっとクリエイティブで作ってみました。これが今回作る全貌にはなるんですけども、この装置の説明の前に、まあ、海底神殿の簡単な説明だけすると、まあ、まず海底神殿は、まあ、64マス ×64 マスの大きさの中でガーディアンが生成されると。でもってして、この範囲内の脇を調整することによって水抜きをすることもなく、1区画だけをトラップに仕立て上げることで、テリハイルが今回紹介するズボラ式のトラップになっております。最近の海底神殿トラップはもう、水抜きを線路だなと思って。これは感心しました、マジで。このシステムで一般的な処理層だと、ネザーゲートを使ってネザーに送り込んでそちらで処理するっていうのが大体普通の海底神殿トラップになるんですけども、まあ、ちょっと今回ズボラ式というか、まあわざわざゲートの調整するもめんどくさかろうということで、現世だけで片付くようにオールインワンになっておりますと。で、この、微妙にこの睡蓮の葉が横に伸びている理由なんですけども、まあ、2チャンクでもいいらしいんですが、プレイヤーの脇判定が、あの、1区画の部分と重なればいいので、まあ、ちょっと今回分かりやすく、あの、ワールドエリートの力を使って、脇範囲をちょっと可視化してみるっていうことをやるんですけど、ちょっと重いぞ、ちょっと重いぞ、アイドンってな、あー重い。ワールドがほとんど動いてない。はい。ということで、ざっくり。まあ、ちょっと、こんな感じで。だいたいこの円の中が、モブが湧く範囲になります。ここから見た際に、あそこの海底神殿の、まあ、ちょっと範囲が被ってる部分っていうのが、あの、下側。ちょうど、この海底の部分にはなるんですよね。で、実際にこの装置が動くとどうなるかお見せすると、ちょっと一回壁消して、じゃあちょっと難易度をハードにすると、見えますでしょうか。あんな感じで、だいたいあそこら辺に集約したガーディアンが全部ソウルサンドの地下で浮き上がり、そのまま上の方に流れ、処理槽である、まあ、今回は焚き火を使ってるんですけども、まあ、より効率をこう、かなり上げたいって人はネザーゲート式をお勧めしたいとは思っております。で、まあ、効率自体も、そんなに悪いわけではなく、一晩放置してれば、全然これぐらいの量が簡単に集まったので、水抜きしないで、かつネザーにも送らんで、
現世だけで片付くんだったら、まあこれはこれでいいだろうということで、今回はこちらの方サバイバルで作っていこうと思います。ということでやっていきましょう。はい、ということで今回使うやつをざっくり集めてきました。ざっくりなんで足りてない可能性もありますが、多分これだけは足りるだろうっていうものです。まずブロックたくさん、これは正直何でもいいです。なんだったらモブが湧かないガラスの方がもしかしたら好ましいのかもしれないです。で、ガラス、これは見栄え用です。外からちゃんと湧いてるかなって覗くため用だけに用意しました。普通のブロックでも大丈夫です。で、処理槽と回収槽で使うホッパーと焚き火で、これはあれですね、湧き槽の一番天井の部分ですね。海中で湧いたガーディアンをソウルサンドで浮かして下に戻らないように足場でこう打ち上げさせられるっていうやつをやるために足場を使っております。多分こんなにいらない。バン。フェンスゲート、これは上に起こるところの機構で使うためのフェンスゲートで、これは上に水を持っていくための昆布で、睡蓮の葉、これは距離測るため用ですね。で、こちらソウルサンド、絶対こんなにいらないけど使わせていただきましょう。 16×16 で250億なんで、だいたい多分4サックあれば大丈夫です。まあまあまあ、大いに越したことはないんで一応持っていきましょう。まあまあこんなところかな、とりあえず最低限。ということで海底神殿に向かいましょう。一応ここもネザーから行けるようにはなってはいるんですけど、多分岩盤上から移動できるように改造した方がいいんだろうなっていう。その辺のね、工事ってちょっと時間がかかるから、まあ後回しにしがちではあるんだけど、まあ後回しだな今日じゃなくてもいいよ。バン。おい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 、バカ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 。お、里親。いや待って、ここでやろう。出た先が大盛りと第5回に1回こうなる。ああ、びっくりした。こちらの方にあった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 。まあ、ちょっと緊急用で作ったゲートではあるんですけど、一応こちらが海底神殿直通のネザーゲートになります。ダークプリズマリンは最初ここで人力で掘っておりましたと。変なやつが湧く前に F3H、違う、F3G。これチャンクの表示を出しといて、いい感じの場所。この角っこ。ここだな。ちょっとやめてね。やめてくれ。装備が壊れる前に俺は作業終わらせたいんだ。まずはこのチャンクの一番端っこの部分、場所で言うとここだな。いてこう、よし、ちょっと1個沈めた状態でこんな感じでここまで16マス、こんな感じで四角囲っていきましょう。これで枠ができました。そしたら次はこの枠の上から足場、計算は4スタックで足りるとは思うが、どうせ置きミスが発生するので、5作ぐらい持っとくと安心です。ということで、こんな感じで、先ほど置いたところの上をなぞるように足場を置いてあげて、かつ、これを中の方に伸ばしていこう。はい、ということで、こんな感じで足場が敷き終わりました。で、真ん中の部分がないんですけども、こちらの方は、どうせ、この、上に打ち上げるために開けとく必要があるので、避けてなくても大丈夫です。いて、この、四隅の部分には、こんな感じで、フェンスゲートを置いておきます。まあ、高さはだいたい3ぐらい置いときゃ、変な風に入っても、まあ、だいたい中には入るだろうということで、まあ、適当に上げておきましょう。この作業をやる際、多分気をつけなきゃいけないことは、ありえないぐらい敵が襲ってくる可能性があるんで、どうにかかわしながら頑張って完成させるっていうのが今回の疑問になってくるところかもしれないですね。
はい、ということでこんな感じで真ん中の部分の外側のところにフェンスゲートの設置が終わりました。で、これを開けておく。続きまして、こんな感じで真ん中に置く場所もセットできたなら、一番最初に置いたところですね、この端っこのところ、こっから一応まあ足場ができるようにというのと、まあ逃げないようにしてあげてもいいんですが、まあ正味水流を作ってあげればもう大体外側には逃げないので、こんな感じで適当に囲っちゃって大丈夫です。あれ、もしかしてもう8割ぐらい完成してるか。ということで続きまして処理槽の方を作っていきます。まあ、処理槽に関してはここから、打ち上げて焚き火で今回処理するので、正直高さっていうのがそんな明確に決められてるわけじゃないんですよね。まあ、強いて言えば下にいるガリアに襲われないようにするってぐらいの高さにしたいので、まあ大体15マスぐらい適当にあげればいけるんじゃないですかねっていうことで作っていきます。はい、ということでこんな感じである程度伸ばすことができたならと思ったけど、なんで俺の頭にこれドドさんの頭がこれ後頭部にまあ埋め込まれてはいるんですけども、まあこれは今現在罰ゲーム執行中ということで、まあ、詳しいことは聞かないでください。とりあえずしばらくの間俺は正面は俺の顔で、背中側にドドさんの顔を背負うという、罰ゲーム中でございます。どっちを使ってもどっかの顔が見れるという、とても便利ですね。前向きに捉えていきます。で、説明に戻りまして、こんな感じである程度伸ばすことができたなら、一部分だけちょっとガラスを張らずに、こんな感じでフェンスゲートを置いてあげます。で、開けておくと。これが下から打ち上げられたガーディアンがこっち側に流れてくるという仕組みになります。で、続いてが、処理槽の製作に入るんですけど、まあ、こんな感じでちょっと適当なところに、適当なブロックを伸ばしてあげて、この辺に関してはもう見栄えの話になってくるから正直なんか何マスが何マスみたいのはないんですよね。いいって言えば流れてきたやつが戻らないぐらいには返しがついてるといいなっていう。こうだとちょっと戻る可能性があるから、ここかな、まあ、こんな感じでここが処理槽になります。ってことはこの足場のブロックをもうちょい下の方がいいな。ホッパーでどうせ下に伸びた後に足場がチェストになるとちょっとブサイクだから、もう一枚下げよう。ここに関しては荷物を回収しに来る時しか降りてこないんで、まあまあまあ許してくれ、大丈夫、雑にやってもこの辺は大丈夫なはずだから。で、間もまあ一応ガラス置いとくんですけど、まあこれもガラスじゃなくても多分大丈夫ですかね。チェストを置いて、これにホッパーをつなげる。各種に振り分けられるように横向きのやつでこうつなげてあげると。なんか一応できたけどすげえ無理やり詰め込む形になった。ちょっとこれだと若干不細工なんで、ちょっと待ってな、もう少しこれ伸ばそう。もう2マスにしましょう。よしよし、この足場の長さに関してはもう本当に何でもいいんだけど、強いて言えばこの処理槽の部分が綺麗に収まる大きさにしとくと見た目が良くなるかもしれないなっていう。よし、これでちょっとずらすことができたから、こんな感じでまたチェストを置きましょう。ということでちょっと今回はチェスト3つだけになっちゃったんですけど、まあ見栄えをこだわらない人だったらここの横の足場ですね、ここをどんどん無限に伸ばしてあげて、チェストを伸ばしてあげたりだとか、あとは下ですね。下にこう、どんどんチェストを増築することができるので、まあ、ここに関しては、どれだけ欲しいかとか、どれだけ欲しするかで決めてあげるといいかもしれないです。まあ、俺の場合はだいたい一晩ぐらいだと思うんで、一晩は持つだろ。で、あとは、上の部分ですね。こういうところ。こう塞いであげたら、これで回収槽も完成です。で、あとは、下からちゃんと打ち上がってくるように、先ほど伸ばしたあの上への伸びる通路に、水を流して、昆布を生やしてあげましょう。まあ、だいたいここら辺だから、ここだな。まあ、ちょっとこの辺は、水の
推論の計算にはなってしまうんですが、まあ気合でなんとか乗り切れる部分ではあるので、とにかく水をいっぱい置いて水源を消してあげてください。いつか終わる。バンよし、こんな感じで上から水を垂らせたならば、下から昆布を伸ばして水源にしてあげます。今が水流の状態なので、下をソウルサンドにしても上に上がらないからですね。もちろん下にはガーディアンが湧いているので、どうにかかいくぐりながら頑張りましょう。スピード勝負ですおっしゃ、よしよし、一旦ここまで来れば大丈夫。水流をなるべくこっちの落ちる側に仕向けた方がちょっと効率上がると思うんで、こうやって削っておく。あとは上に送るためのおいでソウルサンドを気合で置いていきましょう。いてちょやめて死ね死ぬから、簡単に人は死ぬんよこのゲーム。ああひでみにあった。よし、オッケー仕切り直してもろって、こっから終わらせるかな。というか、クリエイティブで一回作った時に思ったことにはなるんですけど、これ別になんか全部埋めなくてもなんか上がりそうだなってちょっと思ったんですよね。多分だけど1マス開けぐらいで置いてもなんか反応しそうっていうのがやってて思ったこと。まあこれで上がんなかった時めんどくせえからな、まあ、大した作業ではないんで埋めよう。ボコボコにされてでも俺はここ完成させる。もう負ける気がせんわ。よし、できた。これで、いろいろまあもろもろ湧き層処理層ができたから、あとは待機する場所だけ作って今回のトラップは完成です。早いな今回は。かなり、おい、メントラップ史上一番早くていいのか。いやまあ俺がオリジナルじゃないから、まあそんなメントラップってわけでもねえか。バン、これに関してはもう先人の知恵に感謝するしかない。で、あとはこれを廃棄する場所なんで、前こうチャンクの表情出した時に、まあ、大体2チャンク先のところですかね。3チャンク目の一番手前の部分。そこに高い塔を建てて、待機場作ったらもう、完成だ。この端っこの場所から2チャンク先へ移動します。1、2、で、ここ。2チャンク離して、ここで、こっから上に伸ばしていく。あ、水置いてね。今思い出した。打ち上がったやつが外に逃げてる。失礼しました。こんな感じで、打ち上がるようにセットできたならば、ちょっと忙しいな。ちょっと待ってな。やばい。しまった、ここ離れちゃダメだった。まだお、よし、ということでできました。角っこ4箇所、真ん中2箇所、合計12箇所に水の設置ができました。これで先ほど伸ばしているまだ土地だったんですけども、あそこの一ちゃん上で待機することによってガーディアンがめちゃくちゃ湧きます。2じゃねえや、これ。間違えた。もう一箇所遠くだ。バン！ 3 チャンク離しての4チャンク目の1マス手前だった。ステイ！なんか近いと思った。ここだな。これで、離れた場所に、ハスの葉を置いて、下にガラスを置いてあげて、ひたすらに立て積みか。これで、待ってれば、完成のはずなんだが、なんか漏れねえよな。だいたい、まあ、150いかないぐらいかな。145とかにしてみるか。あ、
これもしかしてサーバーのスポーン距離に影響が出てるかもしんね。ふむ。わかんな。あれ？まあ、原因が考えられるとするならば、サーバーのスポーン距離がいじってある可能性が高いんですけども、多分もうちょい近くなきゃわかんか、これ。ってことは。逆に多分この距離だったら、いや、めっちゃ湧いてた、めっちゃ湧いてた、めっちゃ湧いてた。違う、打つ手でだけだった、打つ手でだけだった。まあ、この高さからちょっと見えないってなるとな、どうなんだろうっていう効率的にはわかんねえな。うわ、すげえ、めっちゃ湧いてるみたいなさ。そういうリアクションもなんか取りようがねえんだよな、このままだと。まあ、ちょっと一応、ファントムにボコボコにされない程度には、こう囲っておくんですけど、まあ、ちょっと待ってみるか。なんか、不安だな。まあ、湧いてはいるんだけど、っていう。あぶね。しかも、怖え、怖え、怖え。あ、でも、ちゃんと溜まってるね。多分、モブが表示されてないだけで、下からどんどん打ち上がって、真ん中のところで処理されるっていうのが今回作った海底神殿トラップです。これを作るにあたって、ちょっとマグニさんのワールドとかジャーさんのワールドとか見たりだとか、まあそれこそ今海外でさ、どういうやつが主流なのかといろいろ調査したんですけど、まあ、結局やっぱりなんかもう水抜きはもうほとんどしてなかったね。俺今まで海底神殿トラップって言われたらもう水抜きをやるしかないっていう、もう古典的な人間だったからさ、今回のやつはちょっと驚かされたね。マジでびっくりした。すげえ楽。まあ、ちょっとこれで、まあ、しばらく放置してみて、どれぐらい集まるかっていうのを見てみましょうか。はい。ということで、だいたい10分ぐらい放置してました。まあ、10分ぐらいの放置ではあるんだが、まあ、こんな感じで、まあ、多分装置はちゃんと動いてたはずっていうもん。キャパオーバーしてら。まあ、ちゃんと、水流で真ん中に行くようになっててよかったね。まあ、これで真ん中に流れてってくれたやつが、まあ、多少踏ん張っているものの、基本的に数が集まれば、モブ同士が押し合って入ってくれるので、問題はないと。お。あー、まあ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 。まあ、10分でだいたい2スタック分ぐらいかな。もうちょい溜まってるか。一晩放置することを考えたら、まあ、トラップの効率としては十分でしょう。まあ問題があるとするならばちょっと気持ちタラが多いかなと。こんなにタラはいらんな。ちょっとこちらのトラップに関しては定期的に放置して、次回の建築までにめちゃくちゃ集めようと思います。一晩放置しちゃう？ちょっと一晩放置してみるか、試しに。どれくらい集まるか。ということで、ちょっと一晩やってみましょう。一日放置してみた。開始。はい。ということで、約1日と半日ぐらいが経過しました。ちょくちょく、こう、装置の様子を見ながら、チェストを足したりということもやって、結果の発表になるんですけど、ご覧ください。結論から言うと、とんでもねえ数が集まりました。最初はチェストは3つでした。で、ある程度、こう、分類分けとかしてはいるんですけど、こんな感じで、きっちり詰まっております。で、こういう隙間とかなんですけど、もともとタラが詰まっていて、タラはこういう風にもうまとめました。どうせ使わないのでっていう結論から言うと、多分後ろ側のやつはこれ後々足したやつなんて空っぽなんですけど、ここまでですね、ここまでは詰まってました。だから 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,21個、ラージチェスト21個分のアイテムが回収できたというのが、1日半の結果になります。思った5倍取れました。で、一応、今後使うものとしては、このプリズマリンのかけらを使って、ダークプリズマリンを作っていくっていうのが、まあ今後の動きにはなるんですけど、これ、何個取れたか全然わかんねえな。トータル何個分のダークプリズマリンが取れましたって言おうと思ったんですけど、逆に今度イカスミが足りなくなりました。今度人員を募集してイカスミ集めようと思います。バン。
ということで今回は最近は流行りの海底新年トロップをズボラ式にアレンジするという回でした。まあこれだけ集まりゃ多分遊郭完成ぐらいまでは持つとは思うんで、というより足りなくなったらまた保持すればいい話なので、次回からはまた遊郭開発に戻ろうと思います。ということで本日も最後まで見ていただきありがとうございました。また次回、また次回の開拓でお会いしましょう。それじゃあバイバイ。